ヒロシキーズです。トリザリキンタ、生まれは神奈川、生まれは兵庫、セカンドストリートです。パイパーン、パイパーン、パイパーン。最近パイパンにしたのよね。どうなのパイパンって。最近パイパンの方が人気説があるんです。話ずれるから冒頭長くなる。あれどう思う？色ついてる。あれちゃんがやろうとしてる。そうのブリーチしてからこれ用の花材があって、鏡とか置いてってこと。裏側までやるの。だからまあそんなに毛が生えてる裏裏側で。私はだってもう見なくたってできるから、こうやって。私たちあの実は YouTube で風呂敷ラジオっていうのをやってて、ちょっとしたこうラジオ番組みたいなのやってるんですけども、いろんなお悩み相談が私たちのチャンネルに届いてるので、今回はちょっと一つ一つ紹介しながら、もうセカストさんの人生経験豊富な答えもね、知識も込みで負けないようにしようね。勝利じゃない。どっちが答えを出せるかじゃないからね。ペンネームベーマル、家族や親もう私が読みますね。ベイマルさんからのお便りです。ブラス君、アリちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、こんにちは。積もった疑問がいよいよ爆発しそうなので聞いてください。聞いてください。家族や親戚間でのプライバシーの線引きはどこまでなのでしょうか。というのも、実は私の身内が昔から全員過干渉タイプで、何から何まで全てを知らないと気が済まないのです。やましいことがなくとも SNS をやろうものなら血眼になってアカウントを探すと言い出し、外出しようものなら 5W1H を繰り返すので、成人を等に超えても息が詰まります。お二人はどの範囲までなら身内に包み隠さず公開できますか。おなに使ってる動画とか、それは見せられへんけど、そこ以外なら全部見せれるわ。こんな探ってくるのはちょっとお門違いなんじゃないかなっていう。俺だって親とかと全員やってる。全員って位置情報を共有するアプリで。なぜ何も隠し事もないし、まあどっちかっていうと自分が親が今家にいるかどうかチェックしたりとか、電話かけて繋がらん時とかに自分のあのとかミスとかは嫌だかも。あ、俺までかな。から股間まで。あれじゃん。言いたくないかな。なんかエスカレートしそうやん。やましいことがあんねん、二人は。違うよね。彼氏できたとかそういうのも報告する。報告するっていうか、誰々行くのはって聞かれるから、もう別れたって。あ、じゃあもう全部そうやってカミングアウトしてる感じなんや。家族って言っても、結局は他人同士だから、お互いのプライバシーをここまで聞かれたくないんだったら、自分で例えば鍵をつけるなりさ、Twitter とかさ、Twitter にね、インスタとか、はい、質問者の親戚は、自分の一族がどう見られてるかとか、すごい厳しい人なんじゃない。把握したがって、ダメなものはダメ。なんでそういうことやったら、うちの一族がどう思われるか分かんないんだよ。なさい。それが嫌だったら、もう自分らみたいになんかさらけ出せるところがさらけ出した方が、向こうも多分質問量減ると思う。とっととさらけ出すことね。もうさらけ出しさえすればもう隠しようがないからね。で、本当に隠したいことは隠しておいて、出せる部分は出しておけば、向こうは出してくれてるんだってなるから、隠してることを気づかないじゃん。ラジオネーム小さなどんぐりさんからのお便り。小さなどんぐり。今年22歳になる女性ですが、好きになる人がみんなゲイの男性です。万年片思いです。すごく辛いです。惚れているので一人で生きていこうなんて強い意志を持つことができません。このまま寂しく生きていくしかないのでしょうか。ブラスさんは女から告白されたことはありますか。またそんな時迷惑に感じましたか。読み方がちょっと探偵ナイトスクープっぽい。意識してる。でもどうなんですか、ブラスさんはそういう風に思いますかっていう。いや、女性から告白されたことは別にありますが、迷惑とかは別に感じたことは、でも全然嬉しいよね。 ありがとうっていう感じで、中学生の時に一回だけお付き合いしたことあるんだけど、告白された女性の方と、まあ、やっぱ全然しないなっていうことで別れたんだけども、迷惑ではない。その後によるけどね。その後もなんかしつこかったら、しつこい女だと迷惑だと思っちゃうと。アレちゃんはゲイになんか恋をしたこととかは、自分は多分セクシャルが増えてに対してのいいなと思ったらっていう、なるほどね。結構女の子もいいなと思ったこともあるし、この方でいいなって思うこともあるし、この方さ、でもさ、ゲイにばっかりっていうのが面白いよね。なんかそ
そういうあれなのかな、なんかちょっとだから自分に興奮してなさそうな感じが安心するんじゃない、野生的になってない感じが。男ってやっぱりさ、恋すると獣になるじゃん、うん、ゲイもそうなんだけど、女に対して獣にならないから、それが安心なんじゃない。で、達也もそれはなんか似ていることを思ったのは、勘違いしてんじゃない。ゲイとか女性とさ、心がさ、近づきやすくなったりとか仲良くなりやすかったりとかするわけじゃない、うん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 、会話の内容とか女性と結構近くなったりとかすることもあるから、こうしてくれた、愛してくれた、男の人にや、男の人にって多分思っちゃってるのかもしれない。もしかしたらあれなのかな、恋というか恋愛というものと友達の違いみたいなものを勘違いしてる。そうそうそう、でも俺これね、ストレートの男の方が勘違いが多いことが多いな。まあね、レズビアンの子とかに、俺なら変えられる、まだいい男、いや、そうなんだみたいな、まだ男知らないだろお前みたいな、ね、そうそうそう、だいたいそういうやつに限ってペニスのサイズ15センチ未満なのよ。そんで毛でさ埋もれてんのよ、ね、ヘアアイロン当ててやろうかみたいなで、俺ヘアアイロン1回だけ当ててみたことあるから。え、タツさんも全然ある、嘘だよ、ちょっとストレートになるんですよ。あと、あの、なんていうの、16ミリで前のこともある。ちょっと待って、会話の内容がすごくずれたな。恋しても別に迷惑ではない、ただしつこいとちょっと嫌になってしまうよ。そういうの、好きになる相手がね、あのゲイの人だろうがどうか好きになっちゃったのも仕方ないけど、まさに自分自身は幸せにはなりづらいです。まあ、あともう一つ言うならば、ゲイを好きになってしまう自分という逃げ説もある。あその場合は、あなたはゲイに恋してるからダメになってるんじゃなくて、普通にのんけにモテてないだけ。あと、そういう自分が好きとか、そう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 、昔そういう曲をケイティ・ペリーが出してたんだよね、幽想ゲイっていう、そのゲイに恋してしまった、振り向いてくれない、振り向いてくれないみたいな曲、ケイティ・ペリーの歌をさ、日本語で歌ってくれる。私は春から大学生なのですが、恋愛がうまくいく気がしません。高校1年生の時、初めての彼女を寝取られてから、女性を信用しきれなくなっています。つい最近付き合った彼女も、他の男友達と話す機会が多く、2ヶ月足らずで別れてしまいました。大学に入ってから恋愛をして浮気をされない方法はありますか。男性の普通の大学生が高校1年生の時に彼女を寝取られた、最近の高校生ってすごくない。高1でさ、彼女が寝取られるっていう経験ってしたことある。まあ、あの、大人になってから寝取ったことはない。達也はある。なに顔が寝取った、ね、寝取ったことはどう見てもあるじゃん。このね、質問者の人はもうトラウマになってるし、それが自分の中の一部になってるから、これから変わることは一切ないんだ、諦めてほしい。どういうこと、どういうこと。浮気はされるものだと思ってほしい、最初から。浮気をじゃあどこからになるけど、どこから浮気になる。男が浮気するのと女が浮気するのとまた違ったりする気もするんだよ。女で男が浮気されたパターンって、女に魅力がないから浮気されたとは俺ならずしも言えへん気がする。わかるわかる。女性は本当に心が多分他に行ってるじゃん。男性は多分性だけどっか行ってる、うん、あとよく言われるのが、男は安心すると浮気する、うん、女は不安だと逆に浮気するっていう、あれから愛情注いでないから、そうそうそう、払ってあげれてなさすぎるとね。てか、あのね、まず女をした方がいいかもしれないね。それから付き合えば、女と。厳しいすぎる。厳しいよ、ちょっと。君に、うん、もう晩年のままよ、それ。もう40歳過ぎたままが言うべきことだよ。まだ若いから。そうよ。いっぱい傷ついて、いっぱい自分も遊びなさい。ラジオネーム、エビ。私は現在彼女かっこレズビアンを募集していますが、なかなか見つかりません。アプリで探そうにも、私は顔面偏差値が高くない上に写真写りが悪く、私ってこんなにブサイクだったのと思うほどです。加工して実物との差で微妙な空気になるものも傷つくので、持ったりもできません、うん、イベントで実際に会っていても、なぜか近寄りがたい雰囲気を出してしまっている感じで、会話も弾みません。そもそもそういった場やアプリは20代が多く、私は30代なので相手にされないかなと思ってしまいます。なるほど。そしてお二人のように性欲が強くないので、どうすれば恋人が作れるでしょうか。中身までブスにしちゃダメよね、自分自身で。近寄りがたい雰囲気を出しちゃってみたいなこと言ってるわけじゃない。分かってるんだったら
もっとフレンドリーに人と接しやすくしてもらうんじゃなくて、自分が接しに行ったりとか、人と仲良くするのに容姿は関係ないんだから、付き合うのに容姿が関係あるんであれば簡単よね。整形してください。整形しても自信つくけど、人見知りもあるんじゃない、多分自分の容姿だけじゃなくて、なね、私も結構喋りに行けないタイプだから、だからそういう時は仲良い友達とかも一緒に連れて行くの、でその後にちょっと助け舟を出してもらう。でも俺思うねんけど、全てはブスッとしてるからやと思う。あーとか言ってずっと笑ってたらそっち近寄ってくる気がする。信頼かもしんないね。どうすればつくんだろうね、それは私も聞きたい。どうすればつきますって信じて、周りの友達がどれだけ褒めてくれるかな気がする。結局周りに褒められると自信つかんと思う、そんな簡単に。っていうことは逆説的な考え方でいくと、自分がいっぱい人褒めんとあかんなと。褒めてたら褒めてくれる気がする、いろんな人が。嫌われるのは怖くないことなんじゃない。嫌われるのが怖いから自信持てなかったり。でも別に嫌われてもいい、何を思われてもいいって、それはあるか。だからさ、なんかいっぱい酒を飲むことだね。あー、気を取らないとりあえずじゃあ酒を飲みましょう。ごめん、なんかいや、サプリメント飲もうと思った。動画の撮影中サプリメントの時間だね。サプリメント飲みに行かせていただきますので、今日の動画はありがとうございます。一応セカストさんの方にもね、出させていただいてるんで、概要欄の方にリンク貼っときますのでね、ぜひ見てみてください。お願いします。はい、そういうことで今日もおスポイサセニョリタ、セニョリタ